はい、おはようございます。超フォルテです。シャキーン。本日は、12月12日のオーケストラ公演のリハをしにやってきました。今日から2日間、ちょっとね、そのコンサートが終わるまでの様子を密着していきたいなと思うので、このカメラで、まあ、リハからまとめていきたいなと思うので、今回のカメラマンはマキトさんということで、マキトさんよろしく。よろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ、次のシーンではリハがスタートしてると思います。というわけです、レッツゴー。それでは早速にですが、まず、今日の主催者であって、それでケアミスである、フォルテさんどうぞご挨拶いただきます。皆様、この度はお集まりいただきありがとうございます。明日一緒に皆様と音楽できることを楽しみとしておりますので、この2日間、まあ、楽しく元気にいけたらなと思います。よろしくお願いします。今ちょっとね、休憩中なんですけど、マエストロどうですか？いい感じ？まあどうにかなるでしょうという、まあみんな素晴らしい人たちなんで、まあ安心感があるオケで、まあ僕もですね緊張してたんですけども、まあ弾いていくうちにどんどん興奮して、まあなんか自分らしくなってきましたのでね、ちょっと楽しく頑張っていきましょう。皆さん、というわけでね、明日のリハが終わりました。パチ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 。はい、まあむちゃくちゃね興奮したんですけどね、まあ、本番はね、その興奮を、今のこの興奮を忘れないように、もう大感謝祭ということですのでね、めちゃくちゃ楽しんでいきたいなと思います。オケの皆さん、そしてマエストロ、そして運営の方々、みんなでできた音楽なので、頑張っていきたいと思います。というわけでね、今から私はリハに入っていきたいなと思います。まあ、ピアノソロを弾いたりとか、あとはね、まあ、千野くんとサックスをチョロチョロチョロってやったりとか、バイオリンでキュッキュッキュッってやったりとか、あとは歌でホーって歌ったりとかね、まあ、いろんな感じのリハをします。まあそんな感じでね、楽しみにしてください。今の曲はですね、まあ、3年前に出会った友達とね、将来ちょっと一緒に頑張ろうなって言って、作曲家の友達と、まあ、出会った時に話してて、せっかくだったら一緒に曲作ろうぜってなって、未来へっていう曲を作ってみました。また後で撮りましょう。ステージから降りてください。ステージから降りてください。さっきも入れたんですよ、結構マジでグラグラーってゆっくり。俺の父さんがくしゃみしたけんかもしれない。すごいな。やばかなんか。Thank you.
どうですか。はい、今ねちょっとリハが終わったんですけどもね、やっぱねホールの響きと普段リハしてた音との響き方は全然違うから、ちょっとね今相談しながらちょっとやってます。場所だったりとか鳴らせ方だったりとか、はい、ちょっとね、まあ、このまま引き続き本番まで頑張っていこうと思いますが、結構カツカツのスケジュールなので、この後はオーケストラの合わせなので、もう私はフルで働いてます。まあでもそれが仕事、はい、というわけでね頑張っていきます。今こうやってね配信の準備をしてます。この配信チームが頑張ってくれてます。配信もマジで大変で、みんな部門ごとに専門家が集まって、まあ自分の仕事をやってるって感じで、それで一つのコンサートが出来上がる、まあすごいことですよ本当に。ありがとうございます。あ、でもそうだね、さっきはちょっとねちょっとこういう白い感じにしてたんですけど、黄色い方が濃いよね。そうですね、こっち雰囲気は、うん、そうね、まあ検討した結果黄色でいきましょう。どうですか皆さん、一部のリハどんな感じですか。緊張して緊張してきました。してない人してるよ。全然緊張はしてない。急になんか始まったと思う。あ、緊張ちょっとします。ちょっとね。しおたんいけそう。どうだろう、なんかあんましてないから大丈夫かなって逆に。というわけでね皆さん頑張りましょう。頑張りましょう。いい音楽を、はい、ファイト。あ、やるんだ。せーの、おー。初めてやりました。ピアノコンチェルト。始まります。リハ開始。もう結構ねめちゃくちゃ本気で弾いてたんですけどね、かなりまあいい感じにいってたので、このまま、元気に本番まで終わりたいなと思います。ちょっと俺あんま喋るの得意じゃない。どうすか、いい本番になると思います。そうですね、頑張りましょう。まあ汗びっしょりですけど、僕もねあの一応一部の衣装を着てリハやってたんですけども、今汗びっしょりですけど、このままいきます。頑張りマッチョ。ありがとうございます。めっちゃいい感じやな。めっちゃいい感じ、俺びっくりした。2台ピアノでずっとツアーを一緒にしてた小針くんもね来てくれました。応援してます。ありがとうございます。ちょステージのやつも素敵だしね。うっ、やべえな緊張が。本日はホルテムキムキ大感謝祭にお越しいただき誠にありがとうございまっちょ。本番前は何を考えてるんですか。本番前はですね、もう本当に今そんなことを言われて何も考えてないんですね、ただ今そうやって言われて思いつかないってことはね、ほんまに何も考えてないですね。時間が来るのを刻一刻と待ってるって感じでした。頑張ります。
本番前はですね、あまり落ち着かずにあえて心拍数が突然上がりすぎないように常に僕は動いてます。舞台に上がった時に突然心拍数が上がると緊張するんですよ。だから今のうちに心拍数を上げるためにちょっと歩きます。長パン長く振った時に、そう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 、そんな感じそんな感じ、はい、行ってきます。ではお願いします。皆様、本日はホルテムキムキ大感謝祭にお越しいただき誠にありがとうございます。というわけでですね、次の衣装はジーンズの衣装です。はい、じゃあお疲れ。ありがとうございます。かわいいよね。かわいい。すごい。頑張ります。頑張ります。頑張ってください。お疲れ様っちょ。疲れた。
ありがとうございました。よろしく。頑張ります。今から僕はファンの方たちと写真撮影タイムをしていきます。まあね、この時間がね、僕の中ではかなり楽しくて、何だって今までは拍手しかないのに、まあお会いしてちょっとおしゃべりだったりとか写真撮影ができるっていうのはね、まあ本当にこの活動をやる意味があるのかなと僕は本当に思ってます。というわけでね、まあここまで見ていただきありがとうございます。ではコンサート終演。お疲れ様です。お疲れ様でした。楽しかったですね。楽しかったです。すごい大感謝祭になったんですね。お祭りみたいな。ね、楽しかった。また絶対やろうね。やろう。やりましょう。というわけで、ありがとう。ちょ。マスクしてた。ちょ。